ピエール・ジャネ・ピエール・ジャネは、フランスの心理学者。1898年から、ソルボンヌ大学講師、1902年から、コレージュとフランス教授を務めた。1859年に、パリのリクサンブール宮殿公園近くのマダームがイ46に生まれる。ポール・ジャネの老いであり、弟に、ジュール・ジャネがいる。サントバルブでシャン学院で、初等教育を受ける。 15歳でうつ病となる。その後うつ病と闘病となる。1878年にバカロレアに合格。1880年に文学士。1881年、科学系の大学入学資格者の資格を得て1882年に哲学教授資格試験に合格。ジャンマル・タンシャル校の下で催眠療法の研究に従事する。帰りについて研究。 1887年に心的外傷の意味で、気、トローマという実語を造語しトラウマ記憶の感覚、知覚、感情、最上縁行動なども研究。ジークムント・フロイトより先に無意識を発見したとも言われる。またカール・グスタフ・ユングにも抗議し、影響を与えたとされる。1947年、パリで死去。近年の法訳書、再販。ありがとうございます。